1906年のワールドシリーズは、1906年10月9日から10月14日まで行われたメジャーリーグのワールドシリーズである。第3回のワールドシリーズ。アメリカンリーグはシカゴホワイトソックスとナショナルリーグはシカゴカブスとの同都市対戦となった。結果は4勝2敗でシカゴホワイトソックスが初優勝。1906年シーズンのシカゴカブスは、 メジャー記録となるシーズン116勝と圧倒的な強さを誇ったが、今シリーズでは4人の強力な投手陣を誇ったシカゴホワイトソックスにチーム打率196と抑え込まれ、ワールドチャンピオンは成し遂げられなかった。シリーズを制したホワイトソックスのレギュラーシーズンのチーム打率は230、ワールドシリーズでもチーム打率はわずか198だった。 打てないまま勝ち進んだこの年のホワイトソックスには、ヒットレスワンダーズのあだ名がついた。表中の R は得点、H は安打、E は切削を示す。日付は現地時間。勝ち、ニック・アルトロック杯、モーデカイ・ブラウン本類が、CWS なし CHC なし、観客動員数12,693人、マサル、エドロイルバック杯、ドク・ホワイト本類が、 CHC なし、CWS なし観客動員数12,595人、マサル、エド・ウォルシュ杯、ジャック・フィスター本類だ、CWS なし CHC なし、観客動員数13,667人、マサル、モーデカイ・ブラウン杯、ニック・アルトロッカ本類だ、CHC なし、CWS なし観客動員数18,385人、マサル、 エド・ウォルシュ・ハイ、ジャック・フィスター・エース、ドク・ホワイト・本類だ、CWS ・なし CHC ・ CH なし、観客動員数23,257人、マサル、ドク・ホワイト・ハイ、モーデカイ・ブラウン・本類だ、CHC ・なし、CWS ・なし観客動員数19249人、ベースボール、レファレンス .com1906 ワールドシリーズ。ありがとうございます。